おはようございます。7月1日9時49分モーニングショットをお届けしたいと思います。昨晩でございますけれども、ドル円の方がじりじりと買い上がって、108円手前の107円の99までタッチをしておりました。今朝方、東京の9時までは108円はつきませんでしたが、ちょうど朝9時に東京勢のオーダーが自動的にキャンセルされるケースがほとんどでございますので、それを確認して、なくなったことを確認してからその上にあったストップロスをつけに行った形かなというふうに思います。高値108円の165までタッチをいたしましたが、108円にあった売りオーダーが全部消えてなくなったわけではないので、当然売り意欲はあると思います。本日、中値預けてくるところ、もしくは成り行きで叩いてくるところ含めて売り玉はかなりあると思いますが、マーケットがかなり、にわかブルで、108円台あまり激しく買い上げるようだと、後々の反落は怖いかなというふうに考えています。買うのであれば7円の95、85ゾーンぐらい早めに買って、8円台しっかりリグーというパターンですけれども、これが中値の後ずるずる崩れていくような形であれば、一旦買いを外そうかなというふうには考えています。一応7円の90で指しておりますけれど、買いを外す可能性はあります。あまり差し値で勝負するよりも成り行きでやった方がいいのかなという気はしております。あとユーロドルについては 1.12 の5060で売りから、ストップ 1.1280 に置きながら 1.118575 での買い戻し、ユーロ円は121円の1505で押し目買いから、ストップ120円の90に置きながら121円7080で利食い、ポンド円133円台、6050が買いに見えるんですけど、さすがにちょっとレベル高くて差し値は今日はいたしません。ストップ3-40で浅めに入れて、利食いは134円の1525で考えます。 OG 円74円の3525で買いから、ストップ74円ちょうどに置いて74の8595での利食い、入場円69円4535での買い、ストップ69円の10において、利食いは69円95、70円の丸5でイメージをいたします。とにかく実需の売り切り玉 を食らって、短期投機筋が上がらなければもう後で投げるしかないわけで、この辺はやっぱり注意をしなければいけませんし、調子に乗って高いところはやっぱ買いたくないなというふうに思います。スキャルピングで買ったとしても、それはすぐにやめていくような玉かなと、ちょっとキャリーはなかなか厳しいだろうというふうに考えています。それではまた何かございましたらよろしくお願いいたします。簡単でございますが、モーニングショットこの辺で終了です。